皆さんこんにちは、じくです。さあ今日ですね、ちょっと池袋の方にお散歩に行ったら、なんかたくさん男のグッズ仕入れちゃった日になっちゃいましたみたいな、もうなんかお財布にいる福沢諭吉もね、こんなに僕使われると思いませんでしたってダブルピースしました。福沢諭吉ダブルピース界隈なんですけれども、ちょっと今日はダブルピース福沢諭吉な一日をお届けしたいと思って、こうやって縫い活とかもたくさんしたから、ちょっとよかったら見てって、なんか、Vlog スタートです。はい、まずですね、久々に乙女ロードに行ったんですけども、結構ね、お店変わっててびっくりしました。羅針盤がちょっと閉店して、K-BOOKSに変わってたりとか、ジャンルがね、K-BOOKSは池袋たくさんあるんだけど、いろんなジャンルがこう、店舗で移動しちゃったりとかして、なんかもう、壊れちゃいますよ、ジャンルわからないですよってなって、でもいろいろね、店見れて楽しかったです。原神とかもね、海外の商品とかもたくさんラインナップ増えてて、なんか現物見れて嬉しかったですって感じ、購入品もちょっと紹介します。はい、乙女ロードのケーブルでもちょっと買わせてもらいます。はい、まずこちらでございます。エイトリの天くん大好きなんだけども、これおそらくコンビニとかでプリントできる系なんだけど、僕これいつやってたかわかんなくて、ちょっとまあエイトリ始めるのもちょっと遅かったのもあるんだけど、僕これさ、初見でさ、これいつ売ってたやつだと思ってわかんないけど、売ってたから買いました、これ。天くんこれ、板場とかに使えるかなと思って、ちょっと、仕入れた。あとすいません、レンガくんをちょっとどうしても我慢できませんでした。1個は絶対欲しくても我慢できませんでした。レンガくん大好き、天くんとレンガくん大好きで、違うんです。聞いてください。あの、天の方は自引きしたやん。天の方はこれさ、これ自引きしたやん、まし。自引きしてさ、あのね、違うの、これとこれをどうしても並べたくて我慢できなかったね。ということで、エイトリ君ちょっとつままませてもらいました。持ってないやつちょっとつままませてもらいました。すいません。スイーツパラパイス。はい、次もアニメイト池袋に行ってきました。最近さ、秋葉原のアニメイトの方で爆買いして、ちょっとね、あんまり欲しい商品はなかったんだけど、こちらを目的に行きました。エイトリ君のね、11月の商品をね、予約してきました。エイトリ人気でさ、ちょっと予約してこないと、なんか買えなそうだなと思って、ちょっと、とりあえず予約して、当日また欲しいの追加で買おうかなっていう状況でございました。店内も軽く見たんですけれども、なんか店内めちゃくちゃ混んでて、コミケでしか見ない最後尾のあの、札とかあったりして、すごい混んでましたんで。で、アンスの商品とかを見たんだけど、なんか8月、9月、10月さ、アンスの商品ね、あんまり出なくて、寂しいんですよ、僕。アンソン商品でも11月から出るから楽しみにしてます。あとね、最有機のプチ展示会みたいなのもやってて、令和に最有機ですかってちょっとね、嬉しくなっちゃったよね。可愛かった、めっちゃ。で、この日一番の目的、カフェグラッテ行きたかったんだけど、僕さ、閉店の1時間半前がラストオーダーって気づかずに飲めませんでした。でもなんか商品も完売してたし、また次回チャレンジしようかなっていうところで、よろしくお願いしますって感じでした。で、ちょっと、名調のドリンク飲みたかったんだけど、ドリンク飲めなかったから、主人公くんのケツを代わりにごくごく飲みました、もう。ケツ、僕、主人公、ゲーム中でも主人公とケツめっちゃ見てるから、こうやってさ、室内でもケツを楽しめてすごい良かったし、手袋もエッチだし、最高な一日でした。ね、アニメイト選手は正直そんな買ってないんですよ。あんまり新商品が出てなかった。はい、まずこちら。ブルーロックの潔陽一、ピッピちゃん太郎ちゃんね。僕、潔陽一、サイコパス顔性癖界隈なの。もう一回言うね。潔陽一、サイコパス顔性癖界隈なんだけど、潔くんがさ、これ、ガン決まってるっていうかさ、なんか、エゴい顔がすごい好きで、これしかもなんかインナーのやつで、これすごい良くない？このクリアファイル。めっちゃいいなと思って、この顔の4つも楽しみで、このさ、いい意味でこう単色な感じがすごいいいなと思って、これ。僕、もう一回言うけど、潔陽一サイコパス顔性癖界隈で、潔くんが決まってる顔好きだから、何回言うのって、何回言うと感じだけど、これほんとエッチすぎて、買っちゃった、オシャレだし、こう飾っててもオシャレじゃん。ルーブル美術館ですかみたいな。潔は良いちってさせてもらえるじゃん。だから買ったの、これ。いいじゃん、こんなん。あと、これですね。ブルーロックエピナギの場所これ出てたので、ワンパックだけ買ってもらった。こういうなんかさ、我々女児ってさ、なんかあれだよね。ワンパックパシャコレ買うって楽しく、なんかうまい棒買うみたいな。うまい棒、なんかパシャコレって食べれないけど喋れるよね。うまい、だから喋れる棒みたいな感じで買わせてもらいました。ちょっとブルブルブルーミング。待って、エロ。エッチ界隈。待って、嘘。これ、パシャってこれ、お風呂場パシャしてんの？待って、それ。おはー！連れてこう。あ、好き、待って、これ。正直さ、なんかパッケージにさ、レオとナギだからさ、レオナギばっか入ってる感じなんかなと思ってさ、もうそれはそれで幸せなんだけど、この二人中心かと思ったら、いろんなキャラが入ってるんだよ。これごめん、僕ちょっとさ、本当になんか軽率に人ばっかだけ買ったからさ、待って、嬉しいんだけど、待って、もっと買えばよかった、なんか、
ップルーロック。はい、お次行く場所はこちらでございます。アニメイト池袋の同目の前でございます。同目の前のビルに入ってるアミアミさんに行きたいと思います。いろいろグッズあるから見てこうねと思ったんですけど、下に大好きな 2.5 次元俳優さんの岸本裕太くんと水井健太くんがいて、足がガタガタダブルピースしちゃいました。でさ、アミアミさんも最近だから正直あんまりね、あの商品期待しなかったんで、なんとね、スタレの新商品がたくさん入荷してて、もうやばかったの。もうこうやってさ、なんかアベンチュリーのグッズとかも出てたりとか、マジでスタレの商品がたくさん出て、え、やばい、壊れちゃう壊れちゃうって言いながら、店内にさ、カゴにめっちゃ商品ぶち込みまくって、うん、後で購入品紹介するんだけど、ここのお店ね、なんか他のお店じゃ手に入らない原神とかスタレのグッズとか輸入商品あるから、めっちゃアミアミさんおすすめだから行った方がいい。これもね、めっちゃフィニア可愛いよね。あとこういうウエハースとかも箱で買うと 20% オフで買えたりとか、エンスカイの商品とかも結構割引で買えたりするから、結構ね、池袋行く人ね、マジでおすすめスポット。あ、これなんか1万5000のでかいアクスター実物見て嬉しかった。あとこのマスコットめっちゃ人気らしいんだけど、在庫があってね、結構あの穴場よ、本当穴場だから行ってほしい。あとこのナギくんめっちゃ足エッチで仕入れたかった。はい、ということでアミアミさん、もう本当本当さ、あの画像でも見せたと思うけど、本当に新商品たくさん入荷しててやばかった。はい、まずこちらアベンチュリンのグッズが出始めたよ、嬉しいよ。しかもアベンチュリン最近復刻することが決まってて、か3でも実装したやつは、もうそれについては後々語らせるのは最高だから、うん、アベンチュリーのグッズが登場し始めます、最高。あの通常の衣装のね、方もね、いつ出るかなと思ってたんだけど、とりあえずあの先にコンサートの方から出たということで、これあの原あのスタレのコンサートのやつで、いやー嬉しい。とりあえず1個だけ買ったんだけど、ちょっとね、釣りのグッズ他のも楽しみです。あとこれパッケージからめっちゃ可愛くない？なんかあのアルカナカード的なやつなんだけれども、これワンボックス買っちゃった、可愛すぎて。海外の商品ってさ、マジで外箱本当にしっかりしてんの、なんかすごい、絶対取っとくんだけど、すごいしっかりしてるよね。ということで14パック入って2970円ということで、しかもこれほらすごい、このパックまでキラキラし押されて、ほんとすごいよね。1パックだとね、211円とかでね、結構買いやすい値段してました。ちょっとあの、全部開けたら時間なくなるのでしょ。1パックだけ開けます、ちょっと。いや、女の子もスタレ好きだから。あ、ケリューだ。月光を剣とすって。あー、いい、これ。え、これバレて買っても200円とかだよ。いや、最高。ほんとね、スタレの女の子って可愛い子すっごい多いからさ。え、嬉しいでしょ。後で。あの、たくさん開けます。はい、そしてこちら、スタレのポストカードセット、これさ、たくさん入って500円なのよ。待って、安っ。なんかほんと海外の商品ってさ、なんか、ありえん、なんかちょっと価格設定だよね。いちいちさ、なんかしっかりしてるのよ、こうやって。なんかしっかりしてんのよ。キービジュ系のイラストってか、うわ、かわいい。キービジュ系なんだけど、うわ、最高。なんか、あのね、よく、うわ、最高だよね、これとかね。順番に。うわ、最高。うわ、もう、大好き、このカフカさん。うわ、ヘルタも大好き。これいいよね。うわ、最高、エロ同人女騎士炭鉱。すいません、陰月でした、陰月。エロ同人。あー、ちょっと待って、かわいい、トパーズも好き。あ、ほぼかわいいねー。最高、ありえない。うわ、グランベイレーショー。はい、ということで、最後、これも本当に好きなイラストなんだよな。すごい綺麗。え、こんなにたくさん入って500円だよ。マジで優しいっていうか、なんか本当に。あと次、これ、ホログラムチケットセットみたいなやつなんだけど、これも開けてみせるね。これもすごい綺麗なの。これが7枚で900円なんだけどもさ、すごい、しかもさ、1枚1枚ビニールに入ってるの。あー、なのこちゃんか。うわ、これ、タンコ。これがめっちゃ欲しくて買った。うん。いや、でも、ヘルタも好きだし。うわ、カフカさんもいいし。かわいいよね、これ。いや、いいよね。マジ、印刷物綺麗界隈だね。うん。あと最後、こちらでございます。めっちゃ可愛くない？尻尾っていう子なんだけど、あのね、フォボの、この子にね、ついてる子なんだけど、尻尾めっちゃ可愛いの。あの、最近のイベントでも活躍しちゃうんだけど、本当にね、ツンデレ妖怪って感じで超可愛くてね、めっちゃいいのよ。しゃぶり尽くします。これぬいぐるみだからしゃぶることに耐えられるでしょ。ペロ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 ってさせていただくからな。ちょっとおたかつの休憩がてらタピオカ決めさせていただこうかと。まあ、ちょっとね、おすすめの店舗、ここの店舗のあの宇治抹茶っていうドリンクなんだけど、めちゃくちゃうまいの。なんか正直さ、タピオカの宇治抹茶ってかっこ笑って感じでしょと思うんだけど、めちゃくちゃ濃厚で京都で飲む宇治抹茶みたいな、本当に美味しくて、これ本当におすすめなの。なんか普通のタピオカもね、まあ、美味しいんだけど、マジ宇治抹茶飲んでほしいの。ノーマルドね、もう本当に濃厚でね、めちゃくちゃ美味しい抹茶だから、ぜひね、抹茶好きな人飲んでほしい。ちなみに注文するときにタピオカとかさ、あの甘さハーフ50%で頼む人多いと思うんだけど、この抹茶だけは甘さ 100% で頼んでください。ハーフだとね、ちょっと甘さが足りなくて、ま、あのね、甘さ 100% の方がね、美味しいから、僕の経験教えとくね。で、ちょっとさ、タピオカ吸ってる可愛い男子地下アイドルみたいなことしようとしたら、見てこれ、なんか転売屋のおじさん、ただのなんかタピオカ転売屋おじさんの美女になって泣いちゃったの。もっと可愛いなんか地下アイドルみたいなことしたかったのに、このビジュアル何、うん、チェキ券売れない。はい、お次はメインのね、道からちょっと離れたところにあるKBOOKSで、ここね、VTuber さんとか動画
活動者さんとかの店で、めちゃくちゃ面白い、行くとなんかいろんなグッズ見れて面白いし、ちなみに隣は K-POP 系のお店になってます。結構ね、ここで、過去のね、特典系とかをちょっと買わせていただくことが多いです。ということで、ここで買い物させていただきます。ちょっと今回はね、特典系を中心に知らさせてもらったので、購入品はこちらでございます。キラキラキラ。はい、警部の VK の購入品紹介したいと思います。すいません、ちょっと中古買っちゃってすいません。新品でも買ったんで、これ最近届いたんですけど、こんなちっちゃい段ボールだけど1万円以上するんですけど、ちょっと活動者さんなんでお値段の方はね、隠させてもらいます。まずこれ、もう我慢できませんでした。すいません、もうロック。このロークね、ずっとね、ずっと我慢したの。お顔、ってかさ、なんか、今まで見て見ぬふりしてきたの、ロークに絶対好きだから、ちょっと見て見ぬふりしてきて、最近さ、あれじゃん、坂入くんとかさ、やってるじゃん、ゲーム一緒にやって、で、ロークの良さをさ、もう改めてもうガバガバに知ってしまって、この AGF2023 のお顔がさ、半端やないや、これ、我慢できませんでした。すいません、ロークちょっとごめんなさい、これ。でもこれさ、365日抱きしめたら、日割りで考えると1日結構抱きしめるんだなんていうのは比較的安くなるので、その年単位で契約、ロークの契約したいなっていう気持ちで購入いたしまして、これほんと最高よね。あとこれね、もうなんか、もう、ロークン買うんだったらもうスイッチ入れて入るから、ガバガバにね、体のスイッチ入るから、ガゲツくんも大好きなの、わし。っていうくらい好きなんやけど、これ。てか、AGF2023 の美女、良すぎヒーローの皆さん、これ。その衣装もオシャレだしさ、これも我慢できない界隈じゃん。我慢、かわいい、界隈オブ我慢できない太郎2000、もうわしも AGF ガバガバ。ちょっと顔が良すぎ、ちょっと日本語がちょっとこれ。うさみ、リトク、リトク。リトク。最近配信でさ、なんか体ががっしりしたっていう情報が出てから、絵師さん界隈ですごい、バキバキのさ、リトピッピのさ、ちょっとイラストが増えて、もう、わしも我慢なら、てかやっぱいいのよ。2023AGF のさ、絵柄が良すぎんでも我慢できない。これもう、お出かけする一緒に。公園、する。あと、この影作んな、これ。あ、もうやばくない？しかもこれちょっとさ、わかる？口がさ、わかる？むにゅってやってんの。ありえない！これ説明受けてない、私。三者面談で影津くんから聞いた、先生聞いてないよ。三者面談で影津くん、先生聞いてないからね、このビジュアル。本当に顔が、やばい、これ。アニメイト特典、やっぱりちょっと、今だと中古ショップじゃないと手に入らない。すいません、特典系はちょっと中古使う。ひばちくんも、僕の生徒なので買わせてもらいました。やっぱり教師っていうのはさ、生徒のこと大事に思うわけやん。だからこれもさ、2%日暮らしの泣く頃にです。2%って感じたひばちくんも買ったの、これ。しょうがないじゃん。だって、息子やもん、わしの。生徒である息子やもん、わしの。あとね、このひば確か持ってなかったなと思って購入させてもらったんです。こっちは持ってたんですよ。こっちを持ってて、で、こっち持ってなかったはずだなと思って購入したんですが、皆さん、おじさんの記憶、持ってるのに買ったの。しかもこれも、ケーブで買ったっぽいの、これ。ケーブで買ったっぽいのに、またケーブで買ったの。やばくない？円環の断りに巻き込まれてるらしい。輪廻転生、なんか、でも、ヒバは何枚あっても困らない、正直。なんか、家に帰ってきたら、持ってるやんと思ったけど、なんか、逆に、ありがとうみたいな。ヒバはなんか15人ぐらい必要やからみたいな。あって、ちょっとびっくらぽん。ちなみに K ブックスの店舗めちゃくちゃ増えてて、スポーツ館っていうのもできててさ、オリンピックとかもそうだけどさ、なんかスポーツ選手とかめちゃくちゃね、推してる人多いの。僕もさ、男子バレーの高橋選手、ガチ恋勢だからさ、なんかグッズ欲しいね。はい、お次はサンシャインシティの中に入ってるサンキューマートに行きたいと思います。あ、前動画で紹介したさ、フィラのポーチ、あれ、なんか可愛すぎてスイカで欲しいから、まだあるかなと思ってお店に行ったら、完売してましたピエンピエンあのポーチ、チビグルメが2つ買ってめっちゃ可愛いから欲しかったんだけど、なかったついでに奥の方にあるガチャポのデパート。ここね、めちゃくちゃ面白いから行ってほしい。ガチャがね、もう気狂うほどたくさんあるし、一番くじ公式ショップとかもやからね、池袋でちょっと遊ぶ場所なくなったらここ行くのおすすめでございます。で、ガチャコーナーでさ、たまにさ、わかる？こういうさ、なんか食玩みたいなのさ、めっちゃ回したくなるじゃん。で、このさ、アマオ、イチゴのフィギュアが欲しくて、僕ちょっと、これやっちゃったんですよ。まあ、イチゴ版2、3回で出るかなと思ってやったら見てください。イチゴだけ出なかったんですよ。やばくない？これ。マジ運悪い。なんか、桃、スイカ、パイナップル。他のクルーツももちろんクオリティ高いんだけど、イチゴがね、一番欲しかったんだけど、これ、1回500円だからね。3000円でイチゴゼロ。干されましたみたいな。レスもらえませんでした。イチゴから。僕、現場でイチゴに干されましたって感じだったんだけど、なんかちょっと。
3000円秒で溶けてさ、このざまでございます。もうフルーツ擬人化したらお前らもうどガバガバにすっからな。はい、そして道歩いてたら爆弾焼きでさ、爆弾焼きでオンエアのコラボしてて、マジでなんか最近なんか意外なところと意外な作品がコラボしててびっくりするんだよね。オンエアとかさ、結構最近ゲームセンターでプライズ出てたりとかさ、あのすごい動かれてるよね。あと神戸選手もねコラボしてた。神戸さん大好きなんだよね。もう昔からさ神戸さん好きでさ、なでなでしてるんだけど、あの頭の中でね、あの神戸さんといえばあのかなかな、二次三次のかなかなが大好きと、大好き男子ということで有名ということで、神戸さん可愛いの大好きなんだけど、おーやる。はい、次はギブンの映画を見に来ました。ちょっと劇場のさグッズの売り切れ方、この売り切れシールの量めっちゃ笑ったんだけど、このね、あのここの映画館でしか飲めないオリジナルコラボドリンクを飲もうと思ったら完売してたんですよ。コラボドリンクって完売することあるんですかっていう話だったんだけど、これなんか飲みたかったから悲しかったけど、まあしょうがないよね、完売慣れっこです、オタクって感じ。あのてかね、ここの映画館池袋ヒューマックスかな、なんかギブンの装飾がめちゃくちゃされてて、見ててすごい面白かったです。なんかめっちゃ力れて、我々気分と共に行きますぐらい装飾されてて楽しかった。このさ等身大ポップが本当に可愛くて、なんかね普通の等身大ポップとなんかね違うの、生きてるのこの子たち、生めかしくてすごい、なんかもうごめん、エッチだった、言っちゃいけないけどエッチだった。で映画を見終わって、これ4週目の特典なんだけど、どうしてもね4週に映画を見に行けない友達がいて、これ欲しいって言ってたから、これは友達の方にねちょっとねあのプレゼントしたいと思います。ちょっとギブン原作買わないとアニメは全部見たんだけど、はい、そして久々のアンスタの商品に触れました。あのさ、最近いつぬいのねブロマイドが発売されて、それに印刷いつ、これさいつぬいコンテンツプリントっていう画面すら可愛くない、このいつぬいを私は印刷してるんですっていう事実に足がガタガタして、見てこれゲットだぜピカチュウと、でも手震えちゃってるんだよ。ちょっとなんか薬やってるやつだと思われるから、ちょっとあのなんか急いで見せてたんだけど、めっちゃ可愛い、これもう可愛すぎてやばいんだけど、これ生きてる、メルプチーメルプチーって、これ生きてるよね、これやばくてさ、店でさちょっとやば、ほらやばいもん、なんかこれ動画編集してる、これ何してんの、喋ってんのブロマイドって、やばくないこのシーン、なんか喋ってるよね絶対、何してんのこのシーン、マジで怖いんだけど。あ、ちなみにちょっといつぬいとデートをする動画今度あげますね。ちょっといつぬいと遊んでる動画あげてないなと思ってて、このブロマイド本当に可愛くてさ、めっちゃ満足だった。擦れて池袋で擦れて満足、ちょっと嬉しすぎて自撮りも撮っちゃいました、もうこれいつぬいと覚えてた自撮りです、ウィンクウィンクって感じで、ちょっと我慢できずに外なのにちょっとブロマイドの方をこうやってマウント取りながら、ごめんなさい、しゃぶらせていただいてるとかもしたんですけど、でも一旦やめたんですよ、しゃぶること。うん、外だしなと思って、いつぬいさんたち可愛いけど、だからでもしゃぶるってしたの、ニコってしてるでしょ。そんでなんかめちゃくちゃ可愛いたまごっちカフェやってる、今度来ようと思いながら、この後なんかオタ活できるオタク向けおしゃれ居酒屋とか、なんかおしゃれなんていうのバーみたいな場所に行く予定があったんだけど、なんかちょっと遅くまでやってるから、ちょっとまだ時間あるしゲーセンでちょっと遊ぼっかってやって遊びまくってたら、あの気づいたら40分くらい遊んで、気づいたらもうラストオーダーの時間に間に合わないっていう状況に起きて、もうオタ活できないってなったけど、なんかどっかでなんかオタ活したいなってなって、なんかどっかでカラードリンク出せる店ないかなって思って、なんかカラオケ入ったらなんかカラードリンク頼める店やんじゃねえと思って、ビッグエコー入ったら、なんかなんとね、ビッグエコーがそうやってたの、カラードリンクで、めちゃくちゃ嬉しいってなって、坂浦相馬くんなんですけど、ちょっと友達と一緒に2、3時のカラードリンク頼ませてもらいました。これ友達はアチナと北見くん推しだから、あ、ちなみにさ、北見くんとアチナもコラボしてるし、坂浦くんとアチナもコラボしてるからさ、この並びね結構ねなんかやばいの、なんかファンから見たらもう足ガタガタガニ股ダブルピースでよだれ垂れながらアヘ顔になるっていうくらい、本当にねエモい可愛い。でもあのさ、居酒屋ってか、あのおしゃれバー、おしゃれオタクバー行きたかったから、今度行く、てかこの動画編集してる翌日に行く予定あるから、あの楽しみの、ぬいどりって楽しいよね、このなんかさ、あのぬいぐるみカバーとかもさ相まって可愛い、これチェコシムのさ、どんどんなんかオタクあれだよね、どんどんぬいぐるみぶち込んでこうやって押し囲んでね、ふわふわしたので囲んで、カラードリンクで囲んでってやって、でもこれ楽しいからね、うん、めちゃくちゃ楽しかった、これ初のカラードリンクオタ活させていただきました。ということでオタ活いちいちこんな感じでございました。え、遊びすぎだし、なんか仕入れすぎだし、なんか2分ごとになんか好みの男変わってるし、どういうことですかって感じだよね。家庭教師ヒットマンリボンなんですかって感じだよね。本当ありがとうございました。またなんか遊びに行ったら Vlog あげますね。今回テロップ少なくてすいませんでした。